このなんていうか、ね、詐欺みたいなことっていうのからいかに人の目を覚まさせるかっていうことが結構大事だと僕最近思うようになって、はい、喜びって言葉の定義をもう一回変えなきゃいけないわけですよ。なんでかっていうと喜び2.0か、まあまあ、どうか分からない <laughs> 僕どっちかというと1.0に戻れって言ってるほうになってきてるんだけどだから喜びってそもそも何だったと思うと、うん、でつまりあのなんかみ,んなでみんなで一緒に音楽聴くってことの喜びですかって、OK、そういうサービスありますよみたいなさ、はい、そんな感じじゃない、今の世界って。 でできればいいいんですねととかかやそううじゃなかっただろうとサービスとしての喜びが提供される、ええ、でそれが安価なのでそれで提供された気になってしまうっていう詐欺はね人類は自然を明らかにすることなんかできないんだと思うんですよ、はい、だって人間の脳がそんな能力持ってるわけないじゃんなんでこんな数十年しか生きてないお前の脳がいけると思ってたんだって話でしょそれなのにまだ立ち頭いいはずだっていうふうに言いたい人たちの最後の抵抗が僕はシンギュラリティみたいなになる伝説だと思ってるわけ。 コンテンツっていうことの考え方を変える提案をするべきだというのが僕が、うん、ずっと思ってることですね。<や>つまり,おっしゃる通り全てをソフトウェアにしてしまったで,、うん、でそもそも人はソフトウェアを見に行ってなかっただろうってことなんで例えば音楽例えばそういう現象って現れてて CD 売れなくなったから例えばライブが復活してますとかありますよね、はい、人々はやっぱりだから本能的に音楽聴くってそもそも音再生する話じゃなかっただろうとはて、いはい、その会場りで歩き 会場でいろんな人と一緒に騒いで,、はい、でまさにこの音自体も体感するわけだけど音だけじゃないよねその雰囲気全体、はい、どんな人が一緒に同じ音楽を聴いてるのか、はい、あのそういうこと全体を体験するっていうこととしてそのきっかけとして音楽はあったわけであって。はい 音だけ聞いてたんじゃないんですよ、はい、デジタルネイチャーの後は質量の承継だったりコンビビアリティだったり、うん、コンビビアルって元々は宴会とかじゃないですか、うん、フランス語に直せばコンビビアリティとか、うん、あの同じ、はい、共に住むとか暮らすじゃないですかでそういうような時間にすごく有用な価値を求めてきたのに、うん、そこを ココンンンビビアルなものガチャ切り取っっててテツやろうそうそうだから君たちが「コンビビア強制を求めてます」って言ってるんだけどなるほど強制っていうサービスですねってやってるんですよ。強制ってサービス、そうサービスとしての強制みたいなね強制アザーサービスみたいなことアザーサービスするとツイッター上に集っていやだからいやもう今来たのまさに強制アザーサービスですよでしかしそれどう見ても強制じゃないんだけど今の世の中で制を求めに行くと強制アザーサービスが安価な形で提供されるので月980円だったらこっちの方がいいかみたいな感じでクリックするとかっていうことも起き だからねあのでこのなんていうかね詐欺みたいなことっていうのからいかに人の目を覚まさせるかっていうことが結構大事だと僕は最近思うようになってきて、はい。おっしゃる通りで私もなんか喜びを共有するとか、うんまあ、RME を共有するでもいいし、うん、そのなんかこの詐欺みたいな状態をどうやったらだきるか,だからそのためにはね<と>喜びって言葉の定義をもう一回変えなきゃいけないわけですよ。喜び2.0だ。うまあ、どうかだけどだから喜び 喜びっってそもそもも何だたつまりあのなんかみんなでみんなで一緒に音楽聴くっての喜びですかってオッケーそういうサービスありますよみたいなさ、うん、そんな感じじゃない、今の世界ってはい、はい、みんなでじゃあ YouTube みんなで一緒に YouTube 見てコメントできればいいんですねとかそういうことばっかりやってるんだけどいやそうじゃなかっただろうと。うん もともと今人々が求めてるのってそうじゃないっていうことの気づきを与えないとあなたが今喜,喜び僕は喜びが欲しいんですって言ってくるとそうするとまさにサービスとしての喜びが提供される、ええ、でそれが安価なのでそれで提供された気になってしまうっていう詐欺がねソフトウェアはあの PR が高いっていうか、うん、あのなんだろうえっとあれが安いじゃないですかあの資本のレイズが安やくてはい、はい、かつ投入資源量に対して稼ぐ稼ぎが大きい。うんうん、ででそそのの根源まで戻ると、うんその ソフトウェアに権利やあの速攻とあの資本を結びつけると実は強力なデッドロックが発生していてつまりあのなるべく質量の軽いものの方があの価値を生み出しやすく かつそれにあの影響される人々をなるべく育てる方があの資本主義は成熟しやすくそ,そのデッドロックって容易には崩せななそそそうそうそうなんですよもうだからあの僕としてはだからもうなんか最近はすっかり世界を変えることは,っていうのは結構諦めていてなんか自分の周りの身近なことしかやりたくなくなってるんだけどえ僕もあの手仕事への愛情に戻ってます、ねうん。というのもだからせこれはあるね、ええ、資本主義っていうものが持ってるある種の問題しかもこの場で資本主義っていうのはなんかあの帝国が作ってるとか,なんとかそういうん 人人が何かの効率性をあの追求するあのそういう,う,う,う動きみたいなものが全部合わさると全部いろんな物事を抽象化した方がいいから、うん、その方が効率がいいしスケールするのであと質量のないものの方がタイパーとコスパがいい、ねうん、そう,そうで <laughs> そして結局のところこの情報化によってそれを究極までいってもう全部情報化できるんだからいいじゃんと、えー、僕は昔はじゃあそれでいいのかなとそれで安定,す安定するっていうか、はい、それこそだから 人類が次のステージにんかみんなあのそういう抽象的なあの欲望とかでそこそこなんかこう幸せに暮らすってところでいくのかなと思ったらはい、はい、なんかそれが全然そういかなそうだっていうのがここ10年間ぐらい見えてきたことでこれ全然人,だからっていうか人間ってめちゃめちゃ動物で、はい、だってあのなんていうかいまだに全然変わってないじゃないあのだってこう、ま、世の中のニュース戦争いでなんかあの戦争殺人で暴力とか児童虐待とか。で でこれなんか SNS によって何も解決してないんだけどみたいな、はい、だからつまり何をやってるんだろうみたいなちなみに半年ぐらい前に富野さんが来た時に「うん、お前ら情報学者はな通販を便利にしただけだ」ってになってそれでなんかいやこの前ねあのなんか僕のか僕のスライドであのずっと仏像を作ってたんですよ SNS 上で。 あのシャープオチヌルはあの円空の空の字をヌルに置き換えてあの情報のねで誰か祈りたい人リプライくださいって言ったら何百件もリプライが来てじゃあ一人一人に画像生成で <laughs>。 仏像をあげるからみんな祈ってって言って、うん、こう仏像を渡してったんですけど、うん、で身体性のある仏像を撫でるとかいう行為とかいうのは、うん、円空がほら12万体生涯で仏像を掘って一人一人に手渡してっ,って行為じゃないですか。うん、でなんかそういうことをこう考えながらそうかなるほどなって結構思ってたところは。うん 何だろう人が祈る時間とか、うん、つまり何て言うかな、えー、と余白の時間まあデフォルトモードとかいう時間はあるんですけどあのために過ごしてた緩やかな時間を促すための,の SNS はこれをね nft で売り出したらおしまいなんですかおしまいですよそんなの手軽に物を手に入るみたいなで nft で値上がりを期待してねみんなが投機も期待いいさと思うんだけど最悪です最悪です起こるでしょブッダとかブッダ怒るよそれブッダ怒るブッダ怒る絶対ねだからあのいやだから本当ねあの僕はそういう意味で時間っていうことが結構あの大事だと考えるようになってであの まあだからここ10年僕は何やってるかっていうは,要はなんかこう言論っていう小さい会社を作ってそこでだら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 長く喋るみたいなことばっかりやってるわけだけどそれもなうちがまあ冗談めかしてう時々言ってるのはテッドで3分で終わることをうちは3時間かけて喋るんだとあいいことですでこれなんでじゃあ3時間かけるかっていうと3時間かけてると客3時間そこにいるから客も3時間考えなきゃいけないわけですよ頭の中で楽しいですね実はこの考えさせるっていうことが今の世界ってすっごい難しくて。秒でで次の動画いっちゃうから 私とにかくみんなあのまさにタイパの世界で、もう本当にあのなんか15分ぐらいであの新書も要約してくれとか映画に倍っぱ見ますからね。でしょ <laughs> <laughs> まあ実際僕だってさ、あの見るわけだけど、ああ実際見るんだけど、でもやっぱりそれってすごく貧しいことなんだよね。ええ、本当は映像を見るっていうのは、その映像を見てる間。世界からある種隔離されて、別のことに頭を使うことによって、脳がリフレッシュされて。次のステップに行けるわけだ、はい、で、すごい勢いで消費してて、どうするよってことでしょ。はい、まあ祈りの時間って、そういう時間だと私は思、うん。まさに祈りの時間、そういうこと。はい、だからあの、はい、宗教っていうのも、だから昔何であったのか、まあ僕もまだ十分に分かってるとは限らないけど、うん。思わないけど、やっぱり最強思うのはやっぱ。 宗教ってそういう意味で本当にその祈りの時間を作ってるわけだよね。はい、人生の中では違う時間を作る。そのためにこういろんな儀式なり何なりがあって、その間は儀式なんて、そもそも意味ないんだから座ってるだけなわけですよ。確かにパワーある。イはそうは。もう全くあの全く。<laughs> 全くもうタイプが悪いで。でもあの時間を過ごし、なんとなく頭を真っ白にしてることによって、人間はリフレッシュしたり、落ち着いたりするってことですよね。はい、で、だから、まあそういう時間をどう作るかっていうこと。 で,まあ、で,でもそれはだから実は世の中政治とかあの政治とかの問題とすごい密接にやっぱり関係してるの時間と共有の時間間は祈りのとであのやっぱりねだからそういう意味でこの SNS 化したことによってみんなが何かこう情報を集め正しい選挙 行動をしようと、うん、正しい投票行動をすると<ー>で常にニュースを見てこれはよくないとかで怒ったりなんだりとかっていうことばっかりやってるじゃんみんな、はい、アドレナリンを出したりとか込めたり昔はねニュースっつってもせいぜい国内ニュースとか新聞も一面ぐらいしか読んでなかったじゃない、はい、テレビで提供されるヘッドライン8個見てりゃ十分みたいなで今なんかさあの毎日その同じ一日の中でもすごい気でいろんなニュースに反応してるじゃない人が。はいはい でこれはどうかと思うみたいなことばっかり書いて、それで論争とかに巻き込まれて、はい、なんか不毛な世界をやってる。まああとはあの、うん、敵対勢力を攻撃する RT を稼げてなんか嬉しいみたいな。そうそうでハッシュタグでハッシュタグも毎日のようにどんどん変わっていくし、もうなんかさ何がなんだかわかんないですよ。はい、脱流ですね。うん、はい。ああいうことから人がなんか冷静になる手助けをしたいですね。なるほど。いかにして人々にその喜びを共有するだけの時間を与えるか、ね。緩やかな時間。 でででも資本主義の中で消費者に時間を与えるっってすすごいい難しいんですよね人間の実存的な問題としては、うん、さっきの,あのデータの話に戻っちゃうんですけど、うん、つまりコンテンツは安いソフトウェアは安い身体性は伴わない、うん、まあもちろんそうなんだけれどただそれを f 筆のように使えるとあのさらに身体性の次元が拡張するのではないかという、えー、いささかの希望はあるんですよね。う,んそう あの自然科学の理論が a i とかによって自動発展し、はい、人類がわからない理論とかがなんかこうガリ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 生み出されてですよ。で,で生み出されて、そして僕たちにとっては全くそのりくしみが理解できないけど、こういうふうになったらこうなりますよっていうテクノロジーだけが提供されたとしても。うん、それはそうだよなっていう感じがするんですよね。はい、まあ魔です、ね、まあ、まあ、で、あので、それでもまさに世界の魔術家だけど。はい。つまりそれ、それむしろ全近代的な世界に戻ってるわけです、はい、おっしゃる通り。で、なんで太陽があるかわからない。まあ、しかしあるだろうと、うん、そういうのと同じですよね。 すごい単純に言うとねあの 僕は多分世界を明らか、人類は自然を明らかにすることなんかできないんだと思うんですよ、はい。だって、人間の脳がそんな能力を持ってるわけないじゃん。そうですねこんな生化学的なさ、こんな遅い計算速度でさ、はい。しかも、しかも、なんか、まともに動くのは数十年しかないわけでしょう。無理に決まってるでしょしかも、毎回毎回、個体が死んだら全部消滅して。消滅するで、だから、あの、世界の複雑なものに対抗するのは人類以外の何かなんですよ、はい。で、それは、お、で、人類がそれ。を を作る、まあ、もしくはそのひな形みたいなものを作ることってあのその人たちが人類に対していろいろ役立つことをやってくれたらこれはいいねとでもあの今落合さんが言ったみたいにあの結局人工知能が僕たちに与えてくれるものも自然が僕たちに与えてくれるものも僕たちにとってはともに恩恵でしかなく何、はい、でそうなってるのかよくわからないという世界が多分来ると思いますけ、ね、ど、はい、それは何ていうかもしかしたらだから痕跡中ぐらいにそうなっていくのかもしれない。はい、だからある種なんか人間っていうのが あの宇宙の中で人間が持ってる知性っていうのは宇宙の中ですごい特別に優れていてこれが世界を解き明かすんだっていう僕たちの自負心っていうのはこんなもに打ち砕かれるんだと思うんですよ。ただこれはもうなんか それはそうだろうってことであって冷静にだからさっき言ったみたいにお前冷静に考えてみろと、うん、なんでこんな数十年しか生きてないお前の脳がいけると思ってたんだって話でしょとかあと脳を連結したらその問題が解けると思ってたら意外そうではないで,でだからあの結局のところそこでやっぱり僕たちは立ち返るべきで,、うん、でそういうふうな世界の中で僕たちはたまたま人間として生まれてしまったと、はい、そして人間として意識を持ってると。はい、でこのの数十年間の あの生っていうのをどういうふうにしてこの環境の中で豊かにするのかっていう、うん、すごく現象的な問題にもう一回立ち返らざるを得ない、はい、と思うんですよね。実存が実存、うん、なんかここ150年ぐらいみんなで頑張ってきた実存的問題が積んじゃったんです、うん、人間を超えることによって人間の苦しみを、うん あの乗り越えるっていいううこととじゃないと思うんですようん、うん、で僕はだからシンギュラリティ論とかも納得がいかないのはそういうことで、はい、やっぱりあれ人間を超えることによって問題を解決しようとしてるんですよねうん、うん、でも人間を超えるっていうことはそれはできると思うんですよ、はい、でもそれ人間絶滅するってなじゃん、はい、でそれはじゃあ何かこうレイ・カーツワール主義者がみんな絶滅を望むんだったらそろそろでいいのかもしれないけど、はい、でもそれだって人間として生まれてくる人いっぱいいるわけで,、はい、でこの人間として生まれてくる人たちの苦しみみたいなものについてはどうなっちゃうんだよってまあ思うわけですよ、まあ、僕は。 いなくなっていく時代の真ん中に今いると僕は思ってるんです。まあまあそうだから、それはでもすごい。長い時間をかければ、それは絶対。人間いなくなるし、はい、あのだから宇宙の歴史からしたら、僕たちもゴミのような。短い時間しか生きてないわけだから、はいはい、それはそうなわけよね。で。まあ、僕としてはとにかくあのま何、あ、ていうか？ その自然っていうものをつまりまあ理解理解って何かってことですよね、はい、つまり人間って世界を理解する能力がある、はい、まあこれまあ近代的なある種の科学とか近代の主体科学やが、はい、て啓蒙主義とかそういうものの一つのすごく楽観的な人間観だけども、はい、自然をモデル化し人間の中自然をモデル化し理解するほどの能力を人間は持ってないよ。はい 単純にういうああううとそそいい話んですだから僕たちはそんなに頭良くないの、はい、でそこに立ち返らなきゃいけないってことなんですよね。ええ、で僕はもうだからずっとそのことを考えててつまりやっぱりそれなのにまだ立ち頭いいはずだっていうふうに言いたい人たちの最後の抵抗が僕はシンギュラリティみたいな言説だと思ってるわけ彼らはまだそれで言おうとしてる人間はまだまだいけるもしかしたら銀河もワンチャンを超えるかもみたいなねあもそうじゃないんだよと。 で、もし超える奴がいたとしても、それは人間とは関係ないんですよ。うん、あ、まあ、おっしゃる通りだと思いますね。で、そう、で、だから、僕としては、だから、それで、だから、というわけで、なんか人間について考えないとなみたいなね。あ<ー>すっげえ普通のことになっちゃったわけ。ええ。おしゃで、どうも結論だから、すごい普通なんだけど、うん、あの、途中はいろいろ。 なんていうか、今のことについても考えたんですよね。ええ、これから人工知能どうなるか。例えば、そのさっき言った A. I. の話でもそうだけど。はい、これからおそらく、映画も A. I. が作るし、ええ、絵も A. I. が作るし、ええ、そういう時が来ると思うんですよ。あと、なんか、そこそこ気持ちいい本も A. I. が作るし。うん、で、あ、東、東本も百冊ぐらい。そが作ります、ねそうそう。いや、そういう話になると思いますよ、<laughs> 本当に。はいうん、で。 でもコンテンテツには価値がないんだでもさでもこのそんなものが大量にあってどうすんだよとああ AI が全部こうやってすべてのコンテンツを安価に提供するようになった後僕たちが結局立ち返るのってこの絵誰描いたのって話ななんじゃないかといい質問が1個来てて、うん、あの落合さんは今シンギュラリティについてどういうスタンスなのかそしてそれに対して東さんがどう反応するかを聞きたいっていうああシンギュラリティについていや避けられない。 避けられないというのはその AI が人間の知能と同じ能力を持つっていうそれは AGI のほうで最近は僕はデジタルヒューマンに非常に興味があってなぜなら、例えば顔も僕で喋ることも僕で僕が僕っぽいことを言ってくれてで、相手が気づかなければ実は喜びはエンハウスされる僕が喜びはなくなっちゃうけどこれね僕最近ね、結婚先問題と名付けてるんだけど、はいはい、結婚先っていうは、だから AI みたいなものなわけですよ。えー こう、あなたのこと好きだ、好きだって言ってるわけですよね。うん、で、あの完全にこう恋人として完璧な演技をつけると。はいはい、全部それを、は実は嘘でしたって分かった瞬間に。はい そうなんだ、こんなに上手い嘘ついてくれたんだ、あの時恋人としての経験を与えてくれてありがとうって我々覚思えるかっていうと、はい、そうじゃないところが人間の厄介なところじゃないですか、AI が教育できるかって問題なんですよ子供たちはみんな落合さんに習ってると思ってて、はい、それで小学校6年卒業したと、はい、そしたら落合さんの学校が1000個くらいあって、はい、1000人くらい落合がいたと、はい、いうことが分かったときに、子供たちがどう思ったんだよね。 例えば大人になったらいけると思うん子供もがもしそれが可能だと家族アずアサービスみたいな方向に行くわけじゃないパパママ AI レンタルみたいないこれが本当に結構これ結構やばいと思うんだよね、えー、おっしゃるとりでなんか2個ぐらいの問題点があって <laughs> あもう全然延長しますよ